どうもこんにちは、しゅんじです。今日はガチャアクションザ恐竜トリケラトプス登場全4種類ネットでねコンプしてるのを買ったんで早速見ていきますね。カプセルの色は青、赤、黄色、緑の4色となってます。では取り出します。ではね、青色のカプセルから見ていきます。パカッと開けて中には恐竜フィギュアがバラバラになってるんで組み立てがね必要ですね。で、ガイドブックです。ガチャアクションザ恐竜トリケラトプス登場、ここになんか書いてますね。地平線まで続く大地、緑の森、灼熱の火山、青い大海原、人類などまだ存在しないこの世界を支配していたのは恐竜たちだ。他の生き物の肉を食らうもの、植物を食べるもの、様々な恐竜の登場で太古の世界はますます熱くなる。ストーリーはフィクションですって書いてますね。なんだこれ。でね、これラインナップ、ギガノトサウルスで、下にね説明書きが書いてますね。で、ディロフォサウルス、あ、すげえ、ディロフォサウルスだ。で、トリケラトプスが、2色あって、グリーンカラーとブラウンカラーの2色で、恐竜としては3種類しかないようです。はい。で、各部稼働アクションフィギュアということで、いろんなところが動かせるっていうのがね、書いてますね。ではね、パーツの方を取り出して組み立てます。ディロフォサウルス組み立てれました。はい、大きさね、長さがだいたいね約14センチぐらいですね。アニアティラノサウルスを横にね並べると、はい、こんな感じになってて、アニアティラノサウルスとね同じぐらい、ちょっとちっちゃいかなっていうぐらいですね。あんまり大きさ変わんないぐらいの大きさになってますね。結構大きいです。ではね、じっくり見ていきます。稼働するところ、口が開閉して、で、首が動きます。で、がっちりした後ろ足が動かせて、尻尾もね、稼働するようになってますね。色はね、かなり暗い緑色に、背中のところには黒色のね、これ柄かな、柄っぽい塗装がされてて、で、下のとこですね、ベージュにちょっとオレンジ色が入ってるような、そんな色になってますね。結構塗装も綺麗です。頭の形がすごい、頭の上にはね、こう2枚のね、あのトサカがあって、そう、ジュラシックワールドで登場するディロフォサウルスのね、この横にある大きな、あの扇状のトサカはないんですけど、かっこいいですね。で、口の中ね、歯があって、あと舌も綺麗にね、塗装されてて、うん、首結構長いですね。で、背中こんな感じ、柄がね、入ってますね。で、肌もちょっとザラザラした感じのね、肌になってて、で、短い前足、指3本あります。爪のところもね、綺麗に塗装されてて、で、速そうな足はこちらとなってますね。後ろ足の爪の部分までね、綺麗に塗装されてますね。で、尻尾ね、根元に、あと真ん中の部分がね、稼働するようになってますね。ガイドブックに書いてる説明書きの方を読んでいきたいと思います。中生代ジュラ紀前期、約1億9300万年前の北米や中国に存在したと考えられている、頭の上にある対になったトサカが特徴。名前は2つの隆起を持つトカゲという意味を持つ。体長は約5から7メートル。その食べ物については魚やトカゲなど色々説があるようだって書いてました。次は赤色のカプセル見ていきます。パカッと開けて。これはトリケラトプスではないですね。組み立てれました。こちらギガノトサウルスですね。では机の上に置いて、恐竜ね、ちょっと種類違うんですけど、アニアアロサウルスを横に並べるとね、こんな感じ。同じね、肉食恐竜同士ということで、ちょっと並べてみるんですけど、こんな感じで。あ、サイズね、これも同じぐらいだ。すごい。横はもしかしたらガチャの方が大きいかも。色は赤色で、背中が黒色が入ってて、で、下は、薄いね、黄色カラーになってて、稼働するのは、口と首、あと後ろ足と尻尾が稼働するようになってます。ではね、近くで見ていきますね。目が怖い。これすごい、めちゃめちゃ凶暴な感じ出てて、頭の形もいいですね。で、口はね、こんな感じで開閉するようになってて、口の中の塗装もね、綺麗ですね。この目の周りの作りがね、すごい、めちゃめちゃかっこいいですよ。で、前足ですね、3本の指があって、爪のところも綺麗にね、塗装されてますね。で、がっちりした後ろ足。この筋の入り方とかもね、かっこいいですね。
で、こんな感じで前後に動かすことができるようになってますね。はい。で、後ろの尻尾、さっきと同じぐらいの長さですかね。ではね、ガイドブック読んでいきます。ギガノトサウルス、中生代白亜紀後期、約9800万から9600万年前に南米に存在したとされる。ティラノサウルスのような肉食恐竜で、体長は約13メートル。嗅覚が鋭かったと考えられている。その名前は化石を見つけたアマチュアの発掘者の名前を元に付けられているって書いてました。残ってるのね、緑と黄色のカプセル、どちらもトリケラトプスですね。グリーンとあとブラウンカラー、まあこれ形全く一緒なんで取り出して、組み立ててね、一緒に見ていきます。トリケラトプス、グリーンにブラウンカラーね、組み立てれました。形はね、やっぱりどっちもね、一緒ですね。まず大きさの方なんですけど、アニやトリケラトプスと大きさを比べると、あ、これはね、アニアの方がちょっと大きい。はい。で、前から見るとこんな感じ。トリケラトプスはアニアと比べるとね、ちょっとちっちゃいですね。まずね、グリーンカラーのトリケラトプスから見ていきます。これ稼働するところは、首が動いて、で、前足、後ろ足が前後に稼働するようになってて、あと尻尾が稼働するようになってますね。トリケラトプスね、なんだろう、形ね、すごいいいんですけど、なんか不気味なんですよね。なんかちょっと笑ってるような顔に見えるんですよ。くちばしの形かな？なんかめっちゃ笑ってるように見えません？これ。でね、3本の角があって、綺麗なね、これ白色してるな。で、目がここですね。ちっちゃいです。で、フリルの形がね、すごいいいですね。このシワの感じとかもすごいいいですね。で、首が動かせて、で、胴体部分ですね、ちょっとぽっちゃりしてて、うん、この形もいいですね。で、下の方はちょっと乳白色っぽいね、カラーになってて、で、短い前足ですね、の爪のところとかも綺麗にね、塗装されてますね。で、がっちりした後ろ足、すごい。だいぶね、前足より太いですね。で、もう一体ブラウンカラー。もうこれ形はね、さっきのと全く同じなんですけど、色が違うだけですね。上のとこがこれ茶色になってて、で、あと黄色、まあオレンジっぽい黄色と、あと下はベージュにちょっと黄色が入ったような色になってますね。いや、これもね、すごい、塗装はね、綺麗ですね。で、3本の角があって、この角の色がさっきのとは違います。さっき真っ白だったんですけど、ブラウンカラーの方は、ちょっと黄ばんだ感じになってますね。いや、なんか微妙な色の違いがあって面白い。形はね、グリーンカラーとね、全く同じなんでね。うん、本当にね、細かいところまでよくできてますね。で、足の爪のところの塗装は、黄色かな？これ、黄色に塗装されてますね。ちょっと変わった色ですよね。で、お腹のところね、この、皮がたるんだ感じなんかね、すごい可愛いです。ガイドブックの説明書きの方読んでいきますね。トリケラトプス、中生代白亜紀後期、約6800万から6600万年前、北米に存在したとされる。頭に持つ3本の角からその名前が付けられている。植物を食べる体長約9メートルの恐竜で、サイのような姿をしている。肉食恐竜の獲物になってたらしい。なんか悲しいこと書いてますね、これ最後ね。こちら、タカラトミヤツさんから出てます。ガチャアクション、ザ・恐竜、トリケラトプス、登場、全4種類見たんですけど、ちょっとね、組み立ては必要なんですけど、この組み立てもね、また楽しくて、フィギュアの作りに塗装もね、すごい綺麗でね、かっこよかったですね。で、サイズがアニアと同じぐらいなんで、手に持ってこう遊んでもいいし、あと飾ってもね、本当にかっこいいです。そうですね、まあ、気になったのは、トリケラトプスがグリーンとブラウンカラー、2色あるんで、これどちらか 1種類にして、違う恐竜をラインナップでもう一種類、追加してくれた方が集めがいあると思うんですけどね。ガチャのね、恐竜フィギュアとしてはかなり作りが良かったんで、よかったらぜひね、回してみてください。はい、ということで今回はこの辺で、よろしかったらコメント評価グッドボタンの方よろしくお願いします。あとチャンネル登録ボタン横にありますベルマークのチェックの方もよろしくお願いします。じゃあまたね、バイバーイ。